違ってたけど。流行り髪やりたい。コメント見てるだけでこのゲーム気になってきた。せっかくだからうちは黄色を選ぶぜ。アーリブンでやりたいけどシャーレさんの実況みたい。どうしたらいい？イカ役並行してやるんだよ。間違い探しは終わった。終わった。はい、恋の話。いや、これいいよね。あ、ゆくいらっしゃい。放送画面の枠デザインとゲームがマッチしてる。美中の色ですね。てかあれだね、ちょっとだけかぶってんな。何これ、神ゲーシューすごい。終わったよ。ちょっとだけこれちっちゃくしよう。和骨です。日本一子供に厳しいゲームじゃないですか。あ、横手すらしちゃい。恋キング縛り。あ、やや大きめ。やや大きめが嬉しい。マジ、ちょっと大きめにするか。ボリューム以外は妖精というか、ゆっくり小さめか。あ、なるほど。先にやって後で積みるって考えしか思い浮かばなか。いかやく、もう少しゲームの音上げてください。ね、待って、ミキス、とりあえずミキサーの音量を上げるじゃろ。シャーレさん絶対どっかしらで止まるから、今から始めてもでも絶、いかやく。これぐらいで聞こえる？もうちょっと大きい方がいい？朗読して、朗読して。とりあえず今 BGM 聞こえるかな。よいしょ、ちょっと大きくした。マジでサンズくらい止まる。要素舐められてて草。ゆっくり小さくして。あー、ゆっくりをちっちゃくして。半分ぐらいにしていいかもですかね。いかやく、なるほどね。ゆっくりの音声はここか。日本一という名前が間違いなあ。タワーやらんか。5ぐらい。いや、棒読みちゃんを5ぐらいにして。日本一自体が間違いやで。して。まあ、人食いの化け物が徘徊する恐ろしい森でした。なるほどね。森に入る者はほとんどいなかったと。そんな恐ろしい森ですが。読んでくれ、助かるな。月夜の晩には。とても美しい楽得意の化け物。歌声の主は俺かな。狼を思わせる姿の化け物。彼女は自らの美しい。そう、これ女の子なんだよね、この狼っぽいの。朗読に甘えるな。いや、だってボイス入ってんだもん。ね、朗読うまいやろ。そやろ。そんな狼の歌に変わり者の客が一人、ね、うちが読むの。森に囲まれた気をつけなさい。いや、姫だからね、この子。まあ姫ではないけど。ね。狼の美しい歌声に誘われて、いつの頃からか王子はめったに人の寄りつかぬこの恐ろしい森へ毎夜通うようになっていました。なるほどね。理長氏ではないか。狼の歌が終わると王子はパチパチと拍手を送ります。歌声の主の姿は小高い岩の上に隠れて見えません。シャーレイフジク、マジこいつ盗賊じゃん。それだったら王子の興味は膨らんでいくばかりでした。歌い終わった。おー、いいね、かわいい。ちらりと人間の王子を一別します。狼は人食いの化け物です。あ、完全初見。あのツイッターだね、やりたかったの。バカな4コマがね、可愛いんだよね、めちゃくちゃ。あと普通に人外となんか少年少女が好き。これ完全初見で衝動買いしたゲームですね。王子から無邪気な拍手を送られ、今まで歌を褒められたことのない狼は、そうそうそう、戸惑いましたが、4コマめっちゃ可愛いよ。そのうちに悪くない気持ちになり、うん、パスだったからね。食べる気がなくなってしまったのでした。はい、なんだか食べる気がなくなっちゃった。そんな夜を何度か繰り返した狼は、そうそう、今では王子の獣ではないんだよね。なんか獣じゃなくて人外がいいの、わかるかな。
いや、ショタは好きではない。ただ、その、人外と組み合わせるんだったら少年少女がいいなってだけ。化け物だって知られたら、人間の王子は怖がって、もう歌を聴きに来てくれなくなるかもしれない。どこ？はい。いや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 。王子に姿を見られることを恐れるようになります。この日も歌い終えた狼。いや、なんかさ、そのなんだろう、マジで何かよくわかんないやつの方が好きだけどね、うち。話さないになっちゃう。そんな夜が何度か繰り返され、季節が変わる。はい、今夜も狼は月に向かって自慢の歌を歌います。ね、それは狼に変身しそう。もう変身してるんだから。変わらない静かな夜です。はい、狼に変身しそう。シャーレさん、変な人好きになりそう。俺たちシャーレに話しかけすぎてストーリー聞いてなくね。なるほど、じゃあこれ終わったらカービィなんてどうですか。カービィなんてどうですか。王子お、かわいいね、王子。アイコツ、いらっしゃい。この日、小さな決意を抱いて森に入ります。お、入る。決意、決意、大丈夫それ。パキッてならない。歌声の主に会って、もっと仲良くなりたい。そんな気持ちを、ね、いやいや、君はだ、浜から出てくる。小高い岩を登ります。あいこです、どうも。ホーリーシャーレやからな。歌っていた狼は、その異変に気づくことができませんでした。ようやく気がついたのは、歌い終えた時。いつもはすぐに鳴り響く。ね、ジョーカー構文。この墓、墓標いる？ゲームオーバーはあるんじゃない？わかんないけど。どうしたんだろうと足元を見てみると、なんと王子がやってきてる。そばまで。おお、これは姿を見られてしまう。あ！姿を見られたら嫌われちゃう。狼は突然のことに大慌て。やったぜ。見られちゃいけない。そんな気持ちで大きな手を王子の根元へ伸ばします。冷え、その手についた爪が王子の目を引き裂くことになるとは思いもしませんでした。急に画面見えなくなったわ。王子だったのか。突然襲いかかってきた衝撃に王子は岩から足を滑らせてしまいます。天まで行けない。この高さから人間が落ちたら、狼は慌てて王子の腕を掴みます。オージービーフ、アーモーワクトジーよ、もういや、共感すご。その時王子の腕に伝わったのはゾワゾワとおぞましい毛の感触。何もわからぬまま目を傷つけられた上に、得体の知れない恐ろしいものに腕をつかまれた王子の恐怖は一体どれほどのものだったでしょうか。王子は落ちたけど狼の手から逃れようと必死で暴れます。悲鳴を上げながらジタバタと。その悲鳴を聞いた狼は王子を怖がらせていることに動揺し、思わずするりと王子の腕を離してしまいます。どさ、王子は岩の下へと落ちてしまいますが、幸いなことに、どうしてこうなった？自分の上に落ち、大きな怪我はないようです。いやいや、目大けがだけど。その目以外はそうだよね。マジでなんか生まれ持って目見えないんだと思ってたわ。王子の元へ駆け寄ります。王子の悲鳴を聞いて近くを見回っていた兵士が様子を見に来たのです。岩の上に王子を傷つけた化け物がいるに違いないと、もう餌確定やな。矢を放ちます。狼
狼には王子のことが気がかりでしたが、矢の雨に追われては森の中へ逃げ込むしかありませんでした。盲目ってそういう深い傷を負った王子は少しずつ意識を失っていきます。その目と腕に忘れられない恐怖の記憶を深く深く刻みつけながら、おもー恋にだと思ってたのに、おもーだ。この手のゲーム本当にから何度かの夜が過ぎて、落とすの本当さ。早く終わり。おもももも、ここで耐えないで。化け物に顔を引き裂かれ、光を失った王子は王族として二度と人前には出せないと両親から失望され、お城の塔に幽閉されてしまいます。王子のことが気になっていた狼はお城の兵士の立ち話を聞き、スレイはされていることを知ります。いやいやいや、あんたのせいだよ。ひどい話なのと憤慨した狼は、ね、王子の話を知るため BGM 愉快だね。あ、移動できる。あ、すごい絵本チックだ。あ、結構遅いね。別に攻撃とかできるわけではなく、大丈夫かな。動かせるけどね。あ、 Y で Y か。わわわわわわわ、はい。シュッシュッシュッ。マジかよ、ドラゴンボールじゃん。何の罪もない兵士が、はい、はい、やあ、ジャンプ、ほほ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 、あ、鍵手に入った。あー、なるほどね。鍵を持った状態で扉に触れると開くと。まあ、チュートリアルですね。脳筋で大丈夫か。ちょっとね、不安感あふれるよね。あ、王子いた。とある一室にたどり着いた狼が目にしたのは、冷たい牢屋に横たわる王子の痛々しい姿。これがルガマスプレイヤーの末路ですか。誰かが入ってくる気配を感じ、王子は顔を上げます。はい、あ、飛ばしちゃった。よかった、読んでくれた。隠すように大きな布がぐるぐると巻かれていました。王子、狼は思わず声を漏らします。その声は森で歌っていた人、ね、声だけでわかるんだと狼は少し驚きます。まああれだからね、王位継承者だからあれなんでしょう。なんかいらぬ争いを招くとかそんなんなんでしょう。でも殺せないんでしょう、知らんけど。あ、今こっちです、いらっしゃい。オフ、狼は思わずビーフを食べたくなります。僕、あそこで化け物に襲われちゃって、でも君は大丈夫だったんだね。よかった。そう。いや、今始まってばっか。安心したように少し微笑みます。そんな王子の姿を見て、狼の胸が少しなんだ。少しなんだ。まああれか、人食い狼だから別にって感じか。会いに来てくれてありがとう。でもどうやって。ね、大きい争ってるゲーム好きすぎ。私は隣国の姫なの。ああ、嘘つき姫ね。したいって言ったら通してくれたわ。狼は王子の目が見えないのをいいことに。姫なの、私姫なの。なるほどね。それより王子がこんなところに閉じ込められるなんて、
愛子です、いらっしゃい。化け物に顔をぐちゃぐちゃにされちゃって、目も見えなくなったし、二度と人前に出ちゃダメだって。いや、いいよね、そういうの。うちそういう設定好きですよ。出られないと思う。王子はうつむきながら言いました。この姫獣においてならないの。メスやとどのだったらその目、森の魔女に倒してもらおうよ。ほう、森の魔女怪しそう。王子は大化にめっちゃなんかもらわれそう。森の魔女、確かに絵本に出てくるあの森の魔女。絵本？それがよくわかる。いやー、なんかハッピーエンドの前で絶望を叩き落とされそうな気がする。あ、飛ばしちゃった。森の奥深くに住んでるんだけど、私が連れて行ってあげる。オオカミはいいことを思いついたと、ウキウキした様子です。食いたらみある。王子はうつむいたままでした。こんな僕を森の奥まで連れて行くのは大変だよ。それに？それに僕の目をつぶした化け物のおぞましい手の感触がずっと腕に残って。わかるんですね、せやな。王子は言葉に詰まり、その肩は小刻みに震えていました。王子の言葉に狼は目線を落とします。目に映るのはゾワゾワとした傷つけることしか知らないって。何やそれ、にっこり。私はハッピーエンドの方が好きなんだ。かすかに残ります。どうしても化け物呼ばわりされちゃうよね。王子をここから連れて行きたいけど、この化け物の手では王子の手を引くこと好きです。そか、狼は強く強く手を握りしめました。そしてもう一歩王子の方へ歩み寄ります。重たい。王子、やっぱり私が連れていくわ。ほう。狼の声に王子がゆっくりと顔を上げました。一番ですわよ。少しだけ待っていて、必ず迎えに来るから。メリーバッドエンドですね。狼は塔を見せた。森の中へと走り出しました。悪そう。もう悪そうだよこいつも。明らかにヤバい人。これは珍しい客だ。人食い狼がわざわざ。あ、一応狼っていう分類なんだね。一体何の用かな。なんかその狼に近いなんか影のものかと思った。ここまで連れてきてあげたい人がいるの。ずる賢い狼のままに。こいつずる賢いんか。賢明な態度を見て、森の魔女がおかしそうにクツクツと笑います。人食い狼が人間にだって。面白いことを言うじゃないか。一体どうして。そう、影のもの。いいや、おおよそ見当がつくから言わなくていいよ、ね。そうそう、だからもっと異形のものかと思った。狼はぐるるとなります。反対側にも目2個あるみたいな。今にも噛みつきそうな狼を制するように魔女は狼の羽先に杖を突きつけました。もちろんその願い叶えてあげる。なんで叶えてくれるんだろう。楽しいから。怖ー、対価のない願い叶えの怖ー。分かっているね。おお、なるほど。どこからともなく無数に現れた、まがまがしく輝く怪しい球体のうちの一つを引き寄せ、
魔女は愛おしそうに面白そうだから。いやでもなんか対価要求してるね。なんだろう。どれ一つとして同じ輝き。あ、なに、魂的な。唯一無二の一品たちだよ。魔女の手の中で球体はぼんやりと淡く輝く。ああ、そういうこと。人魚姫的な展開もしかして。魔女が願いを叶える代償として、願いを持つ者の一番大切にしているものを魔法で取り上げ、悪趣味な結晶に加工して。え、ちょっと待って、一番大切にしてるものってさ、大丈夫？王子の一番大切なものってさ、姫になんないの？え、結晶化しないこの狼、大丈夫？大切なものを取り上げられた無念の心だ。放つ光にほのかな禍々しさが加わる、最高のスパイスになるのさ。お前のはどんな輝きを見せてくれるんだろうね。魔女は寝踏みをするように狼の瞳を覗き込みました。ああ、それで歌声ね。なるほどね。そうさ、その歌声を代償にいただこうか。いやでもさ、これって結局王子の願いを叶えるためにこのとこに連れてくるんでしょ。いたので歌声を求められることは少し覚悟していました。で結局その王子助けるために狼の心は揺れ動きます。でもあれなんだよな、王子の一番怖いものもこいつなんだよな。複雑。あー、もうなんかすでにいいハッピーエンドが見えねえ王子が褒めてくれた自慢の歌声と王子の手を引く人間の姿との間で、そして分かった、私の歌声を差し出すわ。その時魔女のかぶっている仮面の口元がまるでにやりと笑った。うわー、魔女分かってんでしょ、いろいろ。いやー、いい覚悟だね。交渉成立だよ。ニコ生魔女ニッコニコなんだけど。プライドの高いお前から願いの代償を取れるなんてね。人生何があるかわからないもんだ。私は上機嫌だ。せっかくだしサービスをしてやろうじゃないか。サービス、ね、人魚姫みたいだね。まあ、そこら辺ちょっといい感じにあれかもね、取り入れてんのかもね。まあ、確かに人間の姿と声っていうのはあれだからな。その言葉に狼が王子の手を引く自分の姿を思い描きました。はい、お姫様みたいにして。おお、なるほどね。嘘つき姫になります。グツグツと笑みをこぼします。これはこれは、これどうなんだろう、声ごと取られるのかな。だけどいいのかい、あんたもお相手も人間の姿じゃ、ここまで来る前に化け物のお腹の中だよ。いやー、結末まで分かってそう。見通しな魔女に薄気味悪さを感じながら、狼がそれは困るわと頭を抱えます。すれ違ってるね。考えてなかったのか、ずる賢い割に受け取るところもある。ここでバッドエンド。それじゃあ少しばかり公式に手を加えてあげよう。あー、なるほどね。確かなんか人間の姿と狼の姿を変えながらゲームする、確かゲームだった気がする。狼の体から魔法の光が包み込み、光の一部は魔女の元へ集まります。あんたの歌声は確かに受け取ったよ。魔
女はクツクツと嬉しそうに笑います。狼の姿。そして狼を包む光がひときわ大きくなり、やがて収まりました。はい。まだ狼の姿のままみたいね。拍子抜けした様子で狼が言います。ややこしい方式だからね。一晩かかる。法に馴染むまで一晩かかる。用が済み、館を出ようとする狼の背中へ魔女が声をかけます。あかん、ほら。そうそう、月の光には気をつけるんだよ。あ、狼だから。狼の力は月の光を受けると強くなる。あー、なるほどね。まあ、逆に言えば月の光に当たれば狼に戻れると。わかったわ、ありがとう。もうすぐ人間になって王子の手を引いて歩ける。なんて素敵なんだろう。うわー、怖ー。大丈夫？期待と喜びで胸をいっぱいにしながら、狼は再び王子の松の城へと。やめろー。魔女の館を出て一夜が過ぎ、狼は王子の城へと戻ってきました。戻ってきました。一晩経ったら姫の姿へと変身できるようになる。狼は魔女の言葉を思い出します。王子はもう目の前です。はい。狼は姫への変身を試してみようと思いました。なるほどね。物語とゲームシステムが完璧に噛み合ってるのよな。かわいい。いや、ほんとかわいいよね、この子。この子4コマで結構見てたんだけど、めっちゃかわいいのね、この子。こうと、こうね。めっちゃいいのね。てち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 。王子。姫は王子に声をかけます。姫、戻ってきてくれたんだ。私みたい。でもね、警備ザルテクサ。まあ言うてなんかあれだしね、死にかけの王子だから、まああれなんじゃないの、逃げない程度の警備しかないんじゃない。大丈夫だよ、王子を連れ出すためにいろいろ準備したんだから。まずは王子を檻から出さないと。よし、狼の姿で変身して。あ、やっぱり、あ、やっぱりそうする。そのためには王子に檻から離れてもらわないといけません。はい。そのちょっと檻から離れてくれる？うん、わかった。姫の言葉に戸惑いながらも王子は牢の奥へと下がりました。そうなんだ。ごめん、わかんない。読み手の人の演じ分けが良い。日本一は、女の子のメイクだけは可愛らしいのが偉いよ。おりえを攻撃。ふんふんふん。しゅん。ああ。うわ、悪趣味。ワイって攻撃のモーションじゃん。ワイ出てるかよ。姫の手を握り返しました。歌声を引き換えてでも人の殴る癖。姫は王子の手のぬくもりを感じ、喜びをかみしめます。いつか攻撃してしまいそうですね。さあ、森の魔女のところへ行きましょう。ちゃんと私についてきてね。手をつないだまま歩くと王子がついてくる。なるほどね。だからこれで、あ、 Y 押しながらね、これ離すと
うん、そうだね、押しっぱなしだね。テチ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 。おお、なるほどね、こういう感じね。なるほどね。こうして王子の目を直すため、化け物の森を越えて魔女の館を目指す。嘘つき姫と盲目王子の旅が始まったのです。始まったのです。いやー、いや、いろ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 あれだな。つきましたが、いや、これじゃあれさんじゃなくても絶対やらかすのを狙ってやって、イカ役今まで中トリアル、いい話だな。うん、まあチュートリアルなんだろうね。いつ出発する？まあでも化け物出てくるよな。いつだ、いつ出発する？なんかいる。え、これ当たっていいの？いたわかったわかった、なるほどね、こういうことね、理解したわ完全に。だからこうして、こうして、ほら邪魔だ、ほらボケってことね。オッケーオッケー。これ、うわー、ミスりそう。で、これで Y でこうでしょ。これ、え、絶対あれじゃん、あ、王子倒してきたよ、グシャーじゃん。あー、わかる。要はこれ、まあとりあえず王子が死んだら絶対ゲームオーバーだから。人間姿の狼ちゃんもあんまり強くないよね。とりあえず必ず Y、 あの X ボタンを押すのを忘れないように。これどうするんだろう。これ王子バターンいかへん。なんかこの果てに入れたけど、これ王子どうするんだろう。姫はジャンプできるけど、まあとりあえず王子も一緒に行ってみる。王子、王子。狼だったらジャンプ力上がる？ああ、上がるね、上がるわ。危な。ニコ判定助かった。あ、でも王子とは一緒に上がれないよね、この階段。でもなんかありそうだよな。いや、多分いけるでしょ、座手って。このゲームだったら絶対させるから。これで上には上がれるけど、王子掘ってって大丈夫？まあ、とりあえず上上がってみるか。はあ、ね、ね、使用の理解だ。ゲームオーバー？ちょっと気になるけどな。殴れるんかな？変化できないのかな？まあ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 。行こうぜ。ちょっと知的好奇心が。ああ、そうそう、だから気をつけなね。よし、どうせ頑張るんだから。しゃあ、はい、すい、いや、もう帰ったよ多分。このゲームに興味はない。確かに、狼の足音も怖そうだよね。スイッと。ん？
あーなるほどね。こうか。これシーソーゲームだけど、これ行って大丈夫？あー大丈夫そう。はい、いや、チーじゃなくて、ね、よいしょ。ふん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 。王子なんかいつかさ、戻った時に王子待ってなさそうで怖いんだけど。でもなんかこれシーソーになりそうだけど大丈夫かな。あーなるほどね。あ、でもこれ時間制限持ちか。じゃあこれ連れてって、あ、押したら戻るんだ。あ、押してる間動くのね。なるほどね。え、どうしよう。あ、こうしてこうして、いやー、やめてやめてやめて、王子3人以上の重さ、狼は2人分の重さがあります。なるほど。なるほど。篠谷くんさー、篠谷くんさー、どんだけ試したいんですか、篠谷さんさー。王子王子、攻撃判定探っとく。でさてはバッドエンド好きですね。お、勢いよく行ったらいけるかな。はっはっ、ダメそう。ふっ、なんか先になんかあるかな。はい、よいしょ。あ、これあれかな、姫の姿だったらいけるかな。てち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 、幅王子乗っけてないとダメそうだな。あ、動いてる、めっちゃ姫ぐちゃってなった。高い花さから行ったらダメなんだな。これこのこの距離で、お、いった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 。オッケー。じゃあ王子そこにいてて。あ、王子の方がやっぱ重いんだね。よいしょ。これでよいしょ操作下手かよいしょ。ストおかしいな、おかしいな。あれ、これいけるよね。こっち去ってもそもそもいけないし。あれ、あれなのかな、そこでジャンプできないのかな。王子もうちょっと、もうちょっと先っぽに。シャーレはカービィやってるからな。王子、王子、とっ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 てなってる。ごめん、ごめん、再放送。あ、ちょ待って、これ、いっちゃん先っぽなら。狼ちゃん行けちゃう？もしかして。あれ？でも狼の姿だったら隙間に入れないんだよね。姫で行きたいんだけど。
天井にヘッドかまさなくても狼だと大きさで入らない。そうなんだよね。で姫だとジャンプ力が足りない。王者もうちょい手前にしよう。かわいい。そいしょよいしょ。なんかいい感じの時に、てかこの上でそもそも飛べるのか。あ、飛べそう。はい。リプレイ赤で臭い。ごめんやで。よいしょ。もうやだ。もうやだ。なんでだろう。そう、跳躍力足りてないよね。なんかあるんかな。そこ、そもそも論。まあこれ崩せない。ジャンプ縛り？そうして1時間が経過しました。シーソーでジャンプを稼ぐとか空中で変身はないか。脳が深くてになってきた。リプレイ映像やぞ。始めたい2期はきっとここもうクリアしてるから。おーじーシーソー楽しい。地面前に詰まって言われたことか。遊ぶな、遊ぶな。よいしょ。でもあれだよね、跳躍力がこんなもんしかないから、なんとかならんかなぁ。ともえ、おっとっとっと、危ない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 。もうちょっとこっち。ストーン。ああ、なるほどね。ちょっと一回やってみるか。いや、てかあれなんだね。これ結構パズルゲー的な感じなんだね。飛んでるときに X 押しちゃった。ギリゲンの練習してみては。よいしょ。の足音聞きながらシーソーに乗せられてるの絶対ちぎる。絶対ちぎる。したな。X だよね。だからピョンってやって、はい。ああ無理そう。それは無理なんだね。はい。得意分野じゃん。ギリジャンの練習してみるか。あ、ばら、怖っ。やめて、やめて、やめて。王子死んじゃうから。あ。よーし、行くぞいけるじゃん。え、なんで？あれか、ジャンプの位置が悪かった。この辺でジャンプしたら、あ、なるほどね。ギリギリだったのか、うちがジャンプした位置が。なるほどね。いくよー。さらっといくな。いくよー。あっさりー。なんか飛んだ。森を歩く姫と王子は何やら楽しそうに話をしています。姫は野山をかけることが好きだとか、王子は本を読むことが好きだとか。姫の墓標足りなさそう。やばいやばい、後ろ後ろ。好きだよ。あんまり外に出してもらえないから、外の世界でたくさんの花を見てみたいって思った。後ろ。あ、飛ばしちゃった。ガサガサという音とともに、突然茂みから小さな化け物が現れ、王子へと飛びかかります。もうほんの少しで王子の頭は化け物に確かにかじられてしまうところでしたが、間一髪素早く姿を戻した狼が化け物を払いのけました。おお。王子に当たってません。王子に当たってません。当たってないか。でも王子にとっては暗闇の中での突然の出来事です。怖くなってその場にしゃがみ込んでしまいました。少し前にこの森で怖い目に遭ったばかりなので、シャーレ操作なら王子に当たってない。はい、いらっしゃい。そうだよ。なんとかしないとと狼は慌てます。でも怖がる人間に何をしてあげればいいのか
飛ばしてんね。このゲーム始まって何分経った？すでに3回。なんか食べ物与えたらどう？周りを見渡します。そこで狼の目に入ってきたのは綺麗な花畑。歌えばええやん。ゆらりゆれり。さっきの王子の話を思い出しました。そうだ、王子に花を持ってきた。あ、なるほどね、花か。お浜女よし、頭を花畑にするぞ。なるほど、王子回復ポイント。なるほどね、王子行くよ。あれ、あ、なるほど、怖がってるときは引っ張ってるいけないんだ。じゃあお花取ってくるしかないんだね。はい、 A で積みましょう。フラウィー、かわいいな、なんかすごいかわいい。 A でお花渡すことができる。はい、かわいい。王子、これあげる。お花頭畑。王子に一輪の花を手渡しました。ちょろい。これは花。いい匂い。そう、王子さっき花の本が好きって言ってたから。いや、君の親友。姫の言葉に王子は嬉しそうに微笑みました。ね、家アママです。アママスイートベルやからな、きっといい夢見られるぞ。眠れへんけど。これで目が治る楽しみが一つ増えたよ。王子の様子を見て姫は一安心です。そうだね、本当にね、なんかさ、その愛着が湧かないうちに一回やっちゃっといた方がいいんじゃないか。愛着が湧かないうちにシステム把握しといた方がいいんじゃないか。何かお礼がしたいな。そうだ、姫はあまり本は読まないんだよね。よかったら僕が本で読んだお話を教えてあげようか。は、愛着湧いてからがいいんだろう。悪趣味。でも50歩100歩やったわ。仲良くなれた気がして、姫は嬉しくなりました。花畑を見かけたらまた花を摘んできてあげよう。大丈夫、狼で花畑壊す展開ないかい。攻めちゃえ。はい、ゲームとしては正しい、ロールプレイとしては間違ってる。結構いらっしゃい。これはね、嘘つき姫と盲目王子っていう。ゲームですね。あ、ちょ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 。危ない危ない。あ、なんか近すぎると。あ、違う。あれか、この場所だと変身できないんだ。どうしたらいいだろう。ほら、死ね。よし、行くぞあ、ちょ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 、危なー。ダメだよ、そういうことするの。言い慣れた。ほいよ、おらうら。はい、やー。これ王子さ、これジャンプできる？よいしょ。よいしょ。はい。あ、いた。あ、いた。王子。なるほどね、高すぎたわ。高すぎたわ。ちょっとここまで来るよ。
ついでに殴ろうぜ。いや、スペランカーって言うけどさ、これ結構あるべ。1メートルあったら人は死ぬよ。転落事故、よし。足元確認、よし。だから、先にこいつを殲滅しておくのが基地だな。で、かつこっちで、よいしょ。あ、コインはもう取ってる。よいしょ。で、これで連れていけば安全だね。いや、あれだなぁ、なんか。こういうのに王子先に連れていくの危ないかもしれない。狼の方が結構あれだからな、融通が効くからさ。で、融通が効くってことは、それすなわち、そんなことばっかりやってたら、後々、なんかそういう感じになりそうなんだけど、これ狼乗っていい？2人分なんだけど。あ、強いね、君強いね。で、あ、ちょ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 、王子、王子リスキルちょっと復活ちょっと増えたんだけど、ちょっとだけどな。ちょ、これ登れないのかな。今諦めた方がいい。あぶねえ。あれでもさ、王子諦めまーす。てかあれだよね、このさ、コロボックみたいなやつ何なんだろう。王子？なんで亀に乗ってたらセーフだけど直接落ちたら端壊れるの？わら、え、乗れてなかったのか？姫四王子に地面反省で草。行くよー。王子。ちょ、牛がもう先見てくるわ。よかった。わら、今の王子を気軽に声出して。あ、登れそうだね、狼だったら。よいしょ、うい、よいしょ。手つなぎで口元にっこりするのかわいい。まだ小1時間なのに笑いが止まらない。喜んでいただけて何よりですわ。でもそこいけるかな、これで。なんか起動スイッチとかありそうなもんだけどね。レバーある？それレバーか。あ、なんかある。これレバーか。レバー見にく？あ、これで作動したね。で、一応そっち側も安全確認で見ていこう。え、今取りレバーしかないわ。はい、取りレバーしかないわ。そっか、よいしょ、チャリーン。あそこの亀のチャリーンは取れるんかな。なるほどね、なるほどね。完全に理解したわ。あー、そっから降っていけばいいわけか。じゃあそっちのやつも取りに。いたたたたたた。ちなみに圧死するの？あ、それは無理だった。レバー食感が砂消しだから嫌い。はい。
なるほどね。じゃあさっき の一連の流れは完全に無駄死にだったと、そういうことですね。はいやー、 OK。 よいしょ、いくよよ。し、いや姫かわいいよね。いやめっちゃいいよね。これが狼だっていうところが素晴らしきだね。これはバキって言った方がいいかな。言っていいかな。よいしょ、いくよ。オートセーブ入りましたね。つまり何かあるということですね。暗い。亀2匹だな。行っていいんかな、これ。ここには狼なれなさそう。嘘つき姫と盲目王子ですね。多くね。よし、王子掃除してきました。王子掃除してきました。これ戻ってこれます？あれ？戻れるんか？結構今のトラップだな。あ、梅雨払いの狼。あ、草。王子一緒に行こっか。王子一緒に行こっか。おいおいおい、王子死んだわ。お前が殺したんだよ。はい、この先は私に任せろ。いくぞー、うらうらうら。3コンボ4コンボ。これはあれだわ、パズル星人1位だわ。よいしょ。なるほどね。しいねしいね。あ、え、転落死。なんか魔女のあれがあるな。これ一体何なんだろうね、このコロボックルみたいなやつ。手数なくなるぜ。見えてる連鎖を消す。あら。ん？歩いて。3コンボくらいで1位取れる。これ何マーク？矢印？手をつないで。あー、なるほどね、なるほどね、オッケーオッケー、そういうことね。システム理解したわ。これで手引いてこっち行ってって。お願い。大丈夫これ王子。先見えねえ。王子そこギリギリギリ大丈夫だった。判定地面だった。王子まああれだよね、わかんないよね、わかんないよね、王子見えないもんね、わかんないよね、仕方ないよね。王子殺意高いね。足の
感覚でわからんのか、わら、うーんとれこう。うーんとれだか。おーっとっと、ダメ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 。ジャンプは B だよね、ジャンプは BBB。 よいしょ。セーブ。いや、惜しいじゃなくてね。よいしょ。これこっちでいいのかな。てかむしろ乗らんとダメだよね、死ぬよね。あ、ちょ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 、シーソンと危なー。反応、反応。よいしょ。てか敵なんかさ、なんか今クリボーみたいなのしかいないけど、なんか後々素早いの出てきそうだよね。これだけなんかな、ちょっと怖いんだけど。でももうちょっとだけ叫びとくか、怖いし。あー、歩いてるか、歩いてがあるけど、これ狼で来られるのかな。ふん、ダメでした。あ、飛んでるやつとか来そうで怖いね。敵狼に接触しても反省ないね。あー、無理ですわ。また積んでくる。あ、ドラパルトとかベローチェ並みの速さのか。あ、うん、さ、王子実験すべ。ダメみたいですね。ダメみたいですね。王子実験すべ。篠谷くんさ、篠谷くんさ、そういうとこだよ。米稼ぎ上手ですね。米稼ぎ上手ですね。生主の鏡。あぶ。何をやっておるんだね。ちょ、あ、狼の判定がね、怖いんだよ。でかくて怖いんだよ。あ、ここでセーブ書いてくれるんだ。もうちょっと進めばよかったね。手引っ張って十字で歩いて。あー、耳打ちするのかわいいな。あ、惜しい。あのさぁ、あのさぁ、シャーレさんさぁ。よし。そう、意外と、あれなんだよね、倒すの時間かかるんだよね。あ、あ、王子に恨みでもあるんですか。はい。それは許されないよ。やると思った。制作者笑顔がここで、わら、この差に釣られるのは完璧ですわ。これ姫で取れる？あ、取れないんだ。あ、王子で、姫！保存の更新手はしないよ。姫、姫も結構弱かった。全パターンやるんですか、シャレさん。よし、これで OK ね。OKOK。バッドエンド集かな。これで、手を引っ張りながら、これで、ありて。これで安全。これで引っ張っていこう。セーブはセーブは、そろそろセーブ欲しいんですけど。オートセーブをくれ。これはどうしたらいいんだろう。もう下ろせばいいよ。あれ、下にスイッチある。よいしょ。あー、王子と一緒にスイッチ踏む感じか。ここまで歩くよ。よいしょ。うん、多分そうだね。さっきギリギリだったからダメだったんだね。手持って、うん、そこまでよろぴこ。よいしょ。
細いやつさ。これでのすっと、よいしょ、いくよ。でも上見たいな。でも1個じゃ動かせないよな。じゃあ王子ちょっとやると思った。あ、でももう無理か、戻れないか。あ、違う、姫でいけるわ。姫でそこをテチテチして、よいしょ。あり？あれ乗ってるよな。乗っけて、マジでバカめってこと？仕方ないな。じゃあ行くか。よいしょ。これは2人で崩れるよな。だから狼で崩れるところだよな。これどうしたらいいだろう。とりあえず崩せばいいかな。まあとりあえず下行けそうか。じゃあ一緒に行こう。3人で崩れるから、よく一緒。よし、行くぞ。どっすんかと思った、どっすんかと思った、どっすんかと思っただけど、これあれか、このタイミングだと狼になれない感じかな。マリオワールド館、 とりあえず先見ていこう。ねえ、かわいいよね。世界観あ、ここ潰されるトラップだね。なるほど。あ、でもこれ王子連れてきて良さそうかな。うん、王子連れてきて良さそう。あ、でもそっちもなんかあるな。そっち見ていこう。よいしょ。あー、やっぱ敵いるね。結構しぶといんだよね、君。かわいいという未来。いやいやいや、お待ちになって、お待ちなすって。うん。無限湧き？あ、巣？これ。あ、これもしかしてさ、お花詰める？あ、お花、違うお花だ。一種類あるんだね。え、ってことはあれか、無限湧きってことはこれ姫の状態だったらぶっころろされるよね。ちなみにお花って、あ、お花持ってる状態だと変身できない。じゃあこれあれか、川さんとダメか。なるほどね。あ、これ巣？これ巣か。ふん。ふん。姫！なんでダイブした？なんでダイブした？もうわざとやんけ、わざとじゃないよ。ふん、当心、もうわざとやんけ、今のはひどい、わらわら、攻撃は避けられても段差は避けられないんだ。ふん、矢印姫の流れが定番になってきてる。ラブクサ、回数で花を、墓を作るんじゃないと。え、これ王子飛べる？飛べるやん王子、やるやん。まあ、王子一緒に連れてくか、そこまで。よいしょ。とりあえず王子一回そっちに着地するか。あ、てかあれかもね、ここでイベントあってお花持っていかなきゃいけないかも。よいしょ。そんなこともない。まあ、とりあえずセーブしてお花取りに行くか。なんかお花コンプでなんかありそうだけど、まあそれストーリークリア前にやっちゃっていいのかって気はするけど。あ、なんかある。え、それ取れるかな。姫の狼でバシバシやったら取れたりする。このなんかこの葉っぽいのあれだな、なんかコンプ要素だな。飛ぶ
この巣潰せなさそうだね。うん、だから姫で、おっと危ね、危な、危な、食われかけた。そこはさっきの台下げる前のところから行けるのでは。はい、セーブ前に取れたかね。よいしょ。いやせっかちで死んだからな、さっき一瞬めっちゃ上手くなった。よいしょ、あ、はい、あ、びっくりした。オッケーオッケーオッケー。ジャンプする必要性あったのかどうか。よいしょ、はい、あげる。わー、喜んでる。いいね、行こう。行って大丈夫？かわいい、かわ、かわいい。頭を花畑タイム。花、ね、お花頭畑。それこれお花頭畑乗ったけど、今の話必須じゃなさそうだけど、もしかしてマルチエンディング。ああ、もしかしてそうかも。この先にメリーバッドエンドが待ってると思う。あー、びっくりしたわ。お花頭畑タイム。これ読んだらまた花収集からか、ついに8回目突入。んだ、お花は？お花、お花回収。お花回収した？あ、オートセーブだ。助かる。よかった。お花また回収のとこから始まるかと思った。よし。いや、地じゃなくてね。とりあえずどうしたらいいだろう。王子乗っけて上上げたらいいかな。でも狼になっちゃダメだよね。引っかかってないよ。そんなことしないよ。あれ？あ、もしかしてこれ。積んだ積んだ。シャレさんが罠に引っかかることでゲームのテストをして、イカ役、はい、積んで積んで王子に押させるのかな。王子かな、王子かな。王子が一人で上下してる謎。積んだ積んで、だから一人だとあれだから、引っ張って、王子そこまでちょっと歩いてみて。デバッターじゃったか。よし。ええんか。ひでくの仕上がり。よし、よし、姫。これ姫のさ、ちょっと身の高さがちょっといまいちまだ把握できてない。よし、よしとはそうなるやろ。なお、バチ当たっててくさ。インターホー、むく、これはインターホー。これあれだよな、姫のこと信用できるんかな。じゃ、王子、そこまで歩いて。わかった。おとととととどさ。で、狼だったら大丈夫。なるほどね。行くよ。何度もやられたら人間不死になるぜ。これは天才分子。どれほど歩いたでしょうか。気がつくと分子あたりはすっかり暗くなっていました。姫は慣れない人間の姿で、どれほど歩いたでしょうか。王子は見えない目で危険な森を歩き続けたの。いやごめんね、一体どれだけ死んだんでしょうね。いや大変、この度は大変申し訳なく。二人のお腹がグーッとなり始めた頃。てか大丈夫なの、姫は何食べるの。休めそうな場所が見つかりました。実家行き。王子、今日はここで休みましょう。休もう。姫は王子にそう告げると夕食の準備を始めました。先に言われた人間、王子じゃない、リンネ先生王子。肉
姫はとっておきの肉を取り出しました。何肉？さあ王子、どうぞ召し上がれ。何肉これ？いえ、私は遠慮しておきます。肉は姫の大好物です。うんうん、きっと王子も喜んでくれるはずとニコニコしながら生肉の肉を王子に手渡しました。ありがとう。差し出された肉を口にした王子はうーんと首をかしげます。なんだか不思議な味だね。取れたての新鮮なウサギのお肉よ。あ、ウサギだった、よかった。美味しいでしょ。姫よかった、普通の肉でよかったわ。しかし許されない、X お腹壊しちゃう。もしかして生のままのお肉？グフー。てかあれか、言われてから吐き出したんか。吐き出してしまいました。喜んでもらえるとばかり思っていた姫。だから大丈夫なんかね。なんか役ってなると狼炎嫌い系だけど。ごめんね。僕の国ではお肉を生で食べることがなくて。むせながら謝る王子を見て、姫は罰の。生肉食べるところは食べるけどな。ウサギ肉はさすがにあれそうだな。王子優しい。あ、隣国の文化を否定しない王子。どうやって食べてるの？僕の国ではお肉は火で焼いて食べるんだよ。生で食べる。吊るされるミス。あ、飛ばしちゃった。火を使うの？あ、やっぱ火苦手なんだ。火という言葉に。まあ動物系は基本火苦手みたいな。あるよね。化け物たちは火が大の苦手です。あ、そうなんだ、化け物全員苦手なんだ。それを使うだなんて想像しただけで姫は怖くなりました。あらも、でも王子のために焼きたいよね。そっか、ここには火がないから代わりに果物を取ってくるね。火を使うことができない姫はそう言ってその場をごまかしました。なるほど、異文化交流。姫ってなんで狼になっちゃったの？いや、狼が姫だね。逆、元は狼。実はめちゃくちゃストーブの前陣取って寝てるけどね。焼却エンド。焼却。あ、BGM 変わった。かわいい。え、めっちゃいいじゃん。なんかすごいかわいいけど。使うんやろな。ちょ、何？バドレックスの頭取ってくる？ここで一区切りかな。なんかすごい遅い。うわー、なんかやばい。いや、狼焼却じゃなくてね。マジで普通に欲しいんだけど、サントラ買おうかな。狩りのベテランやったぜ。そうなんか新しいの出たよね、ボイドテラリウム。なんか人外と少女の方。これはね、人外少女じゃない、ごめん。嘘つき姫と網膜王子です。はい、はい。まあでもこの BGM 結構静かだからね。どうだろう。よいしょ。てか王子これ連れていけるの？お腹減ってるんじゃない？あ、連れていけるわ。はい。そうだね、考察ぐらいだね。まあ考察でもちょっと静かすぎるかな。雑談 BGM って感じだよね、どっちかっていうと。なんか深夜の雑談枠。その床はジャンプ。試しに王子56。あ、これで早く行く感じ。BGM、ポップステップジャンプじゃん。おっと動くじゃん。はい、どうも。この度のご視聴はあの BGM やし。そう。この度のご視聴、誠に。誠に。タワーの時の BGM やね。よいしょ。あの後果物取ったんやろ。まあでも狼でストーン置いていった。
よいしょ。オッケー。危な、死んだかと思ったわ。はい。はい。ああ、違う違う。えっちゃん最初に狼の姿で、私は姫だよって狼の姿で最初に嘘ついてるから。うん、多分それのことだね。これ敵じゃんね。敵？あ、ギミックか。ギミック。王子にも跳ねられる？わーい。うん、ガシガシ進んでるけど大丈夫かな。いや、くちゃくちゃできるな、ほんとね。王子意外と運動神経いいんじゃない。はい。てかあれだもんね、実際なんか歌声の主を知るために崖登ってきたしね、王子。結構運動神経、あー2人なら大丈夫なんだっけ。実は全て見えている説、その状況に王子どうやって倒されるかな。はい。よいしょ。ぴょんぴょんあるな。それはエリンク並みの筋力かもしれない。落ちたらいいかな。最近保護者になるゲーム多いっすね。はい。こんにちは。さっきのところ落ちるっぽいかな。ね。なんか石あるな。怪力しろと。なんか広いな。どっち行ったらいいだろう。ね、お水ワンちゃんちょっと飲もうかな。おーしーって叫びすぎたせいで喉やられてんだけど。ちょっと王子の死因がね、結構叫んでるからね。これどうだろう、攻撃していいんかな。とりあえず石攻撃しよう。王子に喉やられるわ。これさ、え、大丈夫。まあいいか、やってみよう、やってみよう。あ、よかった。あ、大丈夫大丈夫。王子殺害ちゃん。よし。ふん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 。そういや破壊したってますやん。シャーレさん、叫びすぎないように。ここは一旦ね。王子を石の上に落として転落防止かな。姫を操作してる視点的に魔女が魔法で見てるって可能性ないかね。確かに、なんかあれだよね、暗いよね、全体的に。積んだ積んだか。また積んだ。お、積んだ積んだか。あ、それかこの状態ならいけるか。飲んできます。ちょっと喉がさすがにしんどい。何かでも開いてくれてたらありがたかったが、イカ略、シャーレさんの水分補給は珍しい。
やさすがにねさすがにあれだね、水飲まなかったら死にかけたね。どうしたらいい？あ、てかもう王子乗せたらもう一回死でいいのか。はいはいはい、よいしょ。ちょっとね、足洗った何から、行くぞ。よし、オッケーね。まあちょうどね、なんかご飯食べ終わって眠い感じだよね。落ちて大丈夫これ。あー、ビビったー説明遅いよ、困ったちゃんですね。あー、なるほどね。湯のキノコ、よいしょ、行こう。よいしょよいしょ、そっちは崖だな。とりあえず一旦置いていくか。おいしい、よいしょ、ぽよーん。つまり今のは本来ダメと。そうだね、アウトだ。いや、それキノコの上だったか今大丈夫か今のキノコの上だったか。あー、これあれか、巣だから別に。無限脇だよね、じゃあいいや。巣だね、これはもう進んで良さそうだな。そっちが順路か。じゃあそっちは崖、後で行くことになるのかもしれんけど、まあ一遍覗いてみるか。狼だったら飛べるだろう。夜回りやめて、はい、王子連れて下は無理と、最高到達点じゃなくて、よいしょー、どす、よいしょー、どす。うわー、絶対これコンプアイテムじゃんね。結構逃してんのよ。はい、よいしょ。狼っていや、なんか歌声褒めてくれるから嬉しくなったぐらいじゃない。なんか恋心があるかどうかちょっと微妙、わからん。王子ー、惜しい。反省負け。判定負けたわ。惜しい。わらわら。今の入れてたか。おた。わら。歌声目撃されたら56される世界もあるというのに、わこしゃあれ。はい、でも姫として手をつないで歩けることにキュンキュンしてたよね。今を、いかなく。はい、あれ？いやーでも、いやこの組み合わせめちゃくちゃ可愛いからな。正直めっちゃ好きなんだけど、この王子待って結構これ鬼門だぞ結構鬼門だぞこれ、行くぞ。やばっと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 、よいしょ、オッケーオッケー、スイッそうこの下確かキノコだったはず。オッケーオッケーオッケー、よしよし進んだぞ。いやー怖い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 。なにこれ、やばそう。え、やばそうなんだけど普通に。なにこれ、あーなるほど、えいどーん、えいどーん、 RTA みたい最適化する感じね。なんか王子すごい雑に扱われそう。ちょっと戻ったら姫の記録めちゃくちゃの、あれなんだよね、うちタグ見えないからさ、わかんないんだけど、そんな死んでる？種飛ばし植物あるなぁ。鍵か。俺別に置いてっていいの、王子。
あー、これあれか、角度が違うのか。これでよいしょ、もうちょい上、オッケーオッケー。一瞬王子死ぬかと思ったわ。行くぜ、これオートセーブ。ニコ生ゲームとかした、ニコ生ゲームとかした。王子に種当てたいね。ね、いやお待ちなすって。え、左あった、嘘、左、ね、あ、本当だ、何も見えてなかった、感謝。姫路は一回君とのこと、軍師、軍師だわ。いや難しいな、これジャンプで落ちた方がいいかな。はい、ナイス。それ端っこ乗れるの、あ、ダメだった。ナイス。は、いや、はじゃなくてね。いや、だって王子の命が助かれないか、お試し、お試し、はい、ああ、よかったよかった、キノコか、にゃ、よいしょ、命はセーブしたな。これは登れないと。よし。にょ。大丈夫だよね。もうちょい、そこ。もう一回。よいしょ。ちょっとラグがあるんだな。ね、レンダーはダメとね、そういうことね。ラグというか発生、やけくそやめろ。そこ。なんで？もうちょい先か。この辺。ちょっと。オッケーオッケーオッケー。あれ？これもしかして？あれ1個で大正解のやつ、もしかして。好奇心など生物を持つ、普通に難しくてくさ、よし、まただよ、張り切りパルチェンか、張り切り種まし、一切当たらなかった。はい、この時間何、ねえ、ニコ生あったかな、怖いんだけど。よいしょ、あ、下にあるな。よいしょ。ひえ、危ない橋。めっちゃいけるな、めっちゃいけるが、あー、あー、よいしょ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 、はい、てか、張り切りがこんなに強い特性になるとは思わんかったよね。ダイマックスの相性が。いや、それよりはあれか、全体の環境か。パワーが全体的に落ちてるからか。あ、でも王子連れていけないか、これもしかして。あ、一回こっ経由する必要があるな。
ちって。よいしょ。ね。これ？これ下行くしかないか。ああ、なるほどね。あるし、見えないんだけど。あ、お花あるじゃん。え、お花あるけど、え、お花あるけど。なんで？どこで王子待ってもらうのがいいかな。てかそもそもそこにどうやって持っていこう。ここだからな。王子下に下ろすのは無理だな。そこは多分登れないから、なんとかしたいかな。なんかあるかな。よいしょ。かな。要はあれなんだよね。ダイマックスの技効果は追加効果ではないという判定なんだろうな。大丈夫。ポケゼンのみんな見えてるみたいだから。ああ、なんかある。なんかあるけど、それ進んでいいのか。これ、先に進んでる気がするんだけど。あいたたた、はまったよ。はい。マジか。ないよな。なんか、別に障害物があるわけでもなしだな。はて、2階なんてないない。いや、そんなポケモンいたら壊れるでしょ。世代中ずっと王者取っちゃうよ、そんなポケモン。ないない、そんなポケモンいないよな。じゃ駆け抜けるか。よいしょ。あ、そうか、メガもないからなおさら。そうそう、火力があれなんだよね、全体的に下がったってことなんだろうな。ぴょんぴょんしてんな。そっか、だからぴょんぴょんしてる。え、駆け抜けられるか。け、これでもさ、いけるか？そう。あいつ、離っちゃったよ。まあ、一遍死んでみるか。一遍死んでみるって。地獄少女。あ、てかこれで、えい。なるほど。見せられないよ。ちょっと待って、バグでしょ。なるほどではないが。なるほどね。完全に理解した。目だけ聞いてて、手なりもうした。はい。一回限りでレッドカードやな。建国記念日。この枠は建国記念日。シュマシンガンタイム。一回当てりゃ強いんだけどな。そのタイミングで。それはね、ガルーラが噛み砕くを覚えてるからだよ。まあ、要はパンプジンとかで対策できるんじゃねって思われた時はあった。つまるところね、ガルーラを対策するポケモンはいないという結論になったというね、恐ろしい世界よね。クレセリアですら、なんか。だガルーラはガルーラで倒すみたいな、そういうね、よくわからないことがね。
今の王子に当たらなかったか。ガルーラという対策ポケ、これで誘導できるかな。おすすめナットで消すの楽しかったからセーフ。ミミカ、イカ役、いつかの大会のワンオンワン思い出しました。はい、初手猫玉を精神力でブロパンとガレパンとかね。誰かがガルーラの対策はガルーラって言ってたね。ガルーンと弱い。いや、それでさ、なんか、あ、そうそう、それだったらなんか、なんだったっけな。あれ、ちょっと待って、それも飛ぶの。うん、ちょっと待ってね、一旦ちょっと話す前に集中しろ。死ぬ。はい、これで誘導しよう。あ、そう、それでね、ワンオンあったじゃんか、最強実況者うんたらかんたら。でもどうしよう、こっちに連れていけないな。あ、姫の状態で連れていけばいいか。よいしょ。で、それでまあ、ガルラ未来になったんだけど、なんか、アシキさんが猫魂打たなかったのが、精神力ガルラ警戒とかいう。うち全然そんなこと知らなかった。まあ、ダブルでは常識なんだろうけどさ、シングルじゃ精神力の影が薄すぎて。ね、これはね、網膜を、じゃあ、嘘つき姫と網膜を。おいでおいでおいで、こっち、こっち、あー、こっちよー。そうなの、はい、めっちゃ噛まれてますが。今だ、王子。朝だよ。ういういうい。まあ、冬打ち宅はうち苦手だからね、そもそも選択肢として持たなかった。王子、王子、お守りいたします。まったく、なんてひどいことしやがる王子。王子ジャンプ苦手だろ。狼の状態でも泣くんだ。かわいい。はい。にっこ。いやー。不意つたくはな、あれなんだよな、正攻杯でも切ってるからね、そもそも。守れなかった。うちは心理戦を仕掛けない。基本的にうち素直だから。ね、セーブポイントも長いからこっからやり直しになっちゃう。あ、この王子様の動くのあれか、守護神が上手くなっててくさ。お、そうだな、追い詰めた時ほど選択肢が狭まってるって昼間さんが言ってた。冬打ち宅派団員さんがマジで好き。心理戦は仕掛けないだと。よし、カリア人使いでる、はい、仕掛けないだと。お、なんかクリアできたけど、やったぜ。なんか知らんけどあっさりクリアしちゃった。あ、でもなんか次のギミックやってからかな、なんか、うん、ダメそうだね、リコ。はい、ね、てかね、うち基本的にうちのこと読まれてると苦手なんだけどな。はい、いやーマジでね、誘導しない方が早いですね。全部補正がないのくさ。メイドでルナトーン出てきたんだが。よし、ルナトーン出てきたんだが、いいじゃないか。そんな読みできる人間やろ、はい、おらんやろー。どうかな、ね、はい、ガルーラの文字目はありえない、わらわら。人読みしても人材相手じゃ意味がないから、せん
いやでも実際もう読まれてたけどね、最強実況者の段階で割と。うち基本的に素直だから考え方自体は素直なんだよね、うん、単純とも言う。あーあそこにお花があるな。お花自体のあれは飛ぶのかこっから。はい、ね、いやまされるのがきつい。なるほどね。よいしょ。こっからじゃ届かなさそうだな。じゃあ一回上に上げなきゃいけないか。でここで詰まっちゃう。よいしょ。じゃあちょっと一回王子。よいしょ。おいで。おい。ああ歩いてもらわなきゃだなさそう。よいしょ。あれ？それってできるのか？この段階で。あいけるいける。だから引っ張って、もうちょっと、この辺どう？こうじ、ナイスー、ふん、はい、おはよう、ふんふんふん、はいはいはい。はい。おし、オッケー。2260王子は狼の感触覚えてるからダメよ。スラムダンクかな？そうなんだよ。王子、この狼の手がね、怖いからね、めちゃくちゃ。よし、セブ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 。ありがとう、助けるね。王子してほしかった。王子嫌いか？お、なんかストーリー始まった。目指す魔女の館は遠く、いつの間にかあたりは暗くなってきました。2日目って感じことかな。一晩を過ごせるところを、あ、違うか。夜ご飯食べて、あれかな、わかんないけど、あれ昼ご飯やったのかな。岩何回か当たってるけど行ってるから判定ないよ。あ、花忘れてた。あ、じゃああれギミッククリアできたんだ。少し開けた場所にキノコに噛まれて今にも崩れそうな小屋を見つけることができました。さあ、だいぶボロボロだけど一晩なら休めるかな。姫は王子に声をかけ二人し、大丈夫、これ湯の民建設じゃない、大丈夫。小屋へと入っていきます。井の民建設小屋、大丈夫。小屋の中は森よりも一層暗い。なんかいそう、大丈夫。とした影が暗闇の中にいくつか見えるのみ。攻めちゃえ。と目を凝らして、それ屋根あるお家だよ。ね、タワーしますか。なんだろう。死体だらけ。死体？嫁が聞く姫が暗闇の中に見たものは、山羊の化け物なんていうわけ。シェフィ、普通のヤギのような化け物が倒れて、シェフィ実質化け物やからな。え、確かに死体だらけ。王子はびっくりして姫の言葉を繰り返します。山羊、山羊、ちょうどヤギ。お腹も空いたし、ごめん、ヤギか。シェフィばっかり言いすぎたわ。ごめんね。王子は小屋に住んでいるのは人間だと思っています。はい。姫がとんでもないことを言い出して王子は大混乱です。王子、どうやってくんや。戸惑う王子を置いてけぼりにし、話入ってこなかったんだけど、なんて言った。狼は
ヤギの死体にかぶりつこうとしますてかヤギって言ってくれてるじゃんなんでうち山羊って呼んだの狼の口に生えた大きな牙がヤギの腹に食い込むその姿ヤギが弱々しく嘆きましたはいあ死にかけたの君その声を聞いた王子は慌てて狼に声をかけますおひつじ頭畑ですわオオカミはじっと心の中で舌打ちをしてしぶしぶ食べるのをやめますこの森で弱った生き物が食べられるのは自然の掟なのにあなるほどね山羊よねヤギくんがね、なるほどね。ヤギの化け物と。王子が相手を人間だと思ってるなら仕方ないかと自分に言い聞かせます。王子はヤギに声をかけ、彼らの話に耳を傾けます。姫、この人たちお腹が空いて動けないみたい。王子が餌になるんだよ。助けてあげられないかな。っていう展開山羊って呼ぶんでしょこのお願いを断るシャーレコ王国の辞書ボロボロかこうして狼と王子はヤギたちのためでもヤギの化け物でしょ言うて言うてヤギの化け物でしょシェフィーしかいないからなセーブありがとう助かるああ、食べ物探しに行くのね。あれっていうか、あれじゃないの？うん、やるやろ。ガバガバや、あ、これ壊せるんだよね。ちょっと、王子、ちょっと離れてて。危ない。うん。めっちゃ飛んでったわ。なにこれ。これ多分崩したらダメなんだけど中に何か入ってないかなって思って殴りましたあの悔いはありません登れなくなっていくいやだってさよくに負けたわの判定狭いんだよな。まあわかんないけど、王子倒せるのかわかんないけど、まあ倒せるんだろうな王子。知らんけど。来たな。うい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 。よいしょ。はい。でもさ、これ絶対趣味悪いから多分当たるべ。好奇心がでもちょっとやってみたさはあるけどさー好奇心はねまことにあるんですが試して合点真珠ですね。意外としぶといのよ君。やってみよやってよ軽いのやだ。いやーでやってみたさはありおりファミリーなそかりなんですが、まあさすがにね試してみるのは良くないと私もちょっと思ったりも、この私のねシャーレさんの泣けなしの両親がね
まああったりなかったり、うん、あるようなないような、うん、でも気になるすごく気になる。気になる。事故は起こるかもしれない。結局なくてくさ。事故なら仕方ないと思うな。おじい、どこ行くの？なんで飛んだ？あ、そういうこと。やるなら今のうちやぞ。人間の一番の敵は好奇心やね。嘘つき姫だからね。事故はこら起きるさ。攻め。攻め。そいつのはずはない。おじ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 。離れてる離れてる。今確かめておこう。待って待って。よし。オッケーオッケー。その上は？よいしょ。何かあるかな？何があるかな？心に正直にね。己の欲望に。はい。よし。よし。いつかなんか帰ってきた時に王子壊れてそうで怖いよね。おお、驚くほど順調だ。あ、セーブ書かれた。助かる。うんうん。もうちょっと偵察しとくか。まあ大丈夫そうか。壊れるって表現が壊れてるよ。はい。つまりこの辺で何らかのガバが、先生は漫画描いてて。なんかあれだな。どっちにしろだな。花見逃してないかな？どうだろう。ヤギの下り顔やった。はい。あ、今多分果物探してるんじゃない？お腹が空いて力が出ないよーって。そういや全然満月要素来ないね。まだあれじゃない、夜じゃないからじゃない、今暗くなってきたぐらいだから。ここで一晩過ごそうって言ってヤギ死にかけーってなってるからさ。マジマジ、ね、マジマジ、あまー、かな、はい、あー落ちか、あ王子落ちたな。あーなるほどね、姫が落ちるか。でも分からないんじゃない、落ちってることを、姫が死んでることを。割とさ、このオオカミくんガシガシやってるけどさ、なんか音でさ、なんか分かってる感あるんかな、どうなんでしょうね。はぁ、ちょっと待って、落ち着いてやろうな。そこ。オッケー。まあそれもあるかもしれない。助けてくれたのは君だったんだねみたいな。でも目やったのも君なんだよな。よいしょ。一回王子置いてそっち見に行こう。あ、それも取ったね。姫じゃ、いっぺんや、姫死んだら悲しむんかな、王子の近くで。じゃ、いっちゃん最初やった。王子正しく進みます耐久の差、にっこり王子だ、耐久の差だったな。王子だけを狙う機会かよ、狙われとる。まあいいか、もうちょっと先にやってこう。王子と姫、お嬢でこんなにいいことになろうとは いやでもね、あのこの嘘つき姫と王子の公式ツイッターの4コマめっちゃ可愛いからおすすめよ。マジで可愛い。ジャブ増えててくさ。
ゲイ。爆笑しそう。はっ。よし。え、いやだからそのらこのキャラクターたちの設定がすごく好きなんだよね。めっちゃ可愛いのよ、本当。いやそうは思わないかい。うちはすごく可愛いと思うんだが。あー、どうしたらいいかな。あっちゅう間に上がっちゃうね。わかる。かわいそうはかわいい。いや本当にね、いいよね。うちはすごく好きですこれ。歩いてもらうか。歩いてもらって、あーさすがに無理か。どうしたらいいだろう。下ろしちゃったら、下ろしたらあれなんだよな。落ちて欲しかった。大丈夫大丈夫、ちゃんと把握してたから。はい、いやめっちゃ可愛いでしょ。いやほんとすごい可愛いのよね。姫がスイッチに乗って、エレベーターに、ああ、そういうこと。はい。王子上行ったけど。王子上行っちゃったけど？迎えに行ける？これそもそも最初からそっちのギミッククリアしないと進めなかった警戒。これもしかして危なっ。魔物いたじゃん。あーやこっちないで進めなかったんだ結局か。いや地じゃなくてね。なんか新しいの来たな。これ狼ダメージ受けたりするか。なんか狼ダメージ受けそうな見た目してたけど今。あ、この狼自体はなんかあれなんだろうね。なんかすごい強い狼なんだろうな。なんか結構その食物連鎖の頂点ぐらいに立ってそうなぐらい強い狼だよねこいつ。はい、進むよ。すごい強い狼。すごい強い狼。姫と王子はたくさんの肉を抱えてヤギの小屋に戻ってきました。あれっていうかヤギも君もあれなの、肉食うの。肉をヤギに差し出し得意げに言います。たくさん取ってきたわ。え、肉食べるの。え、ほんと。よく戻れましたね。はい、取ってきたよ。それを王子が慌てて止めます。待って姫、まだお肉焼いてないよね。茎じゃないと食べられない。甘かじをご消耗か。生肉は大好物です。でも目の見えない。いやそうなんだ、ヤギは化け物だから。ヤギだけど化け物ってつくと肉が好きになるのね。なるほどね、ジンギスカンか。これ以上生肉のことで何かあると、自分が化け物だと気づかれてしまうと思った姫は、はい、王子の話に合わせることはーんって顔してる。かわいい。どこ。焼いてあげた方がいいわね。でも私切って使ったことないからやり方教えてほしいな。まあそうだね、隣国にはあの肉を焼く文化がないので火を使えない設定ね。そして王子に教えてもらった通りに火をつけようとする姫ですが、あ、火事か。お、山火事か。あ、ダメ、怖い。もともとが狼の化け物なのでどうしても火を怖がってしまいます。アママしまいには、あ、王子は目が見えないのでうまく火をつけられる自信はありません。だけど
姫が助けを求めてくれたことが嬉しくて引き受けたいと思いました。え、山火事？なるほど。わかった。やってみるね。王子は姫のために。王子燃えちゃう。振り絞ったのです。シャーレ返上。シャーレ返上。あーランタン、あ上ね、上で持って、なんで、持ち上げてないよー。あーなるほどね、わかった。じゃあこれをそばに連れてって、これでよいしょ、持って、持った。何何、火の消えたかがり火に火のついたランタンを近づけると火をつけることができます。熱くない？これマジでありそう。王子燃えるぞ、その持ち方めっちゃ熱いぞ。だってこれ触れただけで燃えるもん。王子の協力のおかげで肉がこんがりと焼き上がりました。ヤギたちは大喜び。いや大丈夫、焼いた肉も案外いけるね、案外いけるね。そんなことを言いながら、あ、こんなところにも美味しそうな肉が落ちてるじゃないか。何をする、雑種。ありがとう、助かったよ。もう少しで飢え死にするところだったよね。だったよね、マジヤバだよね。あ、飛ばしちゃった。よかったわ。それより今晩ここに泊めてもらえない？王子姫は抜け目なくお願いをします。ヤギ人も喋れるんか。バケモンだからね。いいよいいよ、今夜はうちに泊まっていきなよ。キノコまみれの汚いところだけど、ヤギたちは心よく二人を受け入れました。いや本当にね、あのお前ら殺せばこの、ね、小屋に住めたんだからな、無償で感謝しろよ。長い一日が終わり、夜が更けていく。感謝しろよ王子に。王子は旅の疲れもありぐっすり眠っています。ですが夜行性の狼はまだ眠れないでいました。はい、眠れない狼が小屋の外をうろうろしていると、一匹のヤギが小さなウサギを追い回しているところに出くわしました。ウサギはすばしっこく逃げ回り、配信モンスターしました、視聴もしなきゃ。獲物を捕まえ損ねました。あーなるほどね、獲物を捕まえるのが苦手だから飢え死に仕掛けたわけ。なるほどね。あ、狼さん、狩りって難しいね。なのにあんなにたくさんの肉をあっという間に取ってこれるなんて、狼ってすごいな。ヤギは無邪気に狼の狩りの腕を褒めてくれます。おお、え、いいの、だい、いいやつなの、大丈夫。そんな褒め言葉に狼は曖昧な返事を返します。王子に狼と呼ばれるのを聞かれてないか心配なのです。ああ、なるほどね。早めに話を切り上げなきゃと狼が考えていると、ところで一緒に連れてる人間は非常食かい？ヤギの唐突な質問に狼は不意をつかれ、非常食かい？なるほどね。ドキリとしました。あ、狼の非常食だと思ってるから手出したらやべえと思ったわけね。なるほどね。非常食、草。俺狼だけど最近全部アイデアだね。ナイスアイディア。僕らも飢え死にしないように真似しようかな。あ、でも僕ならもっと太った人間を選ぶな。それ聞いてるとかありそう。あんなに痩せっぽっちだと食べ応えないもんね。ないもんね。なるほどね。化け物たちにとって
人間を食べることは当たり前のことです。家畜の始まりである。家畜の始まりである。これが文明開化か。化け物同士の普通の会話。狼も王子と旅に出るまではこれが普通だと思っていました。うん、まあね。ですが今の狼にはヤギの言葉がとても恐ろしく聞こえます。よし56層よし殺そう。しかし化け物食べようとしていた。王子はそんなんじゃない。狼は思わず否定します。狼の態度を見たヤギは何かを察した様子。え、何を察するの。何を察するの。え、なんか別の方向な気がするんだけど。もしかして君人間と仲良くしたくなっちゃったってやつ。あ、なるほどね、そっちね。ヤギに気持ちを言い当てられた狼は素直にそうとは言えず、ただ黙ってしまいます。まさか恋、これが。あ、性癖を察し、化け物と人間が仲良くなれるわけないよ。沈黙は肯定。王子と仲良くなれるわけがない。せやろか。まるでそんな風に言われた狼は口を開いて何かを言い返そうとします。まさか人間なんかに。だけど、色を知るとじゃあ食べちゃおう。でした。ちゃお。食べちゃお。食べちゃお。せやろか。これが人なーか。君もよく聞くでしょう。化け物の方がうっかり人間を食べちゃったり、人間の方が化け物を裏切ったり。ああ、よくある話だよね。なんか狼はうつむいて聞いています。ヤギは続けます。なんだったっけ、嵐の夜にだったっけ、狼とあれは羊だっけ、ヤギだっけ、なんか一緒に暮らすやつ。ろくなことにならないよ。でも恩人の君がやりたいことだからね。僕は応援するよ。パキスよ、パク。頑張ってねと、ヤギはのそりと小屋へ戻っていきました。なんかめっちゃいいヤギじゃん君。なんかもっとなんか、そう、君が食べないのなら僕が食べちゃってもいいよねみたいな感じになると思った。普通にいいやつじゃん。狼は自分の寝床で体を丸め眠ろうとします。ヤギだったっけ、嵐の夜に。言葉が頭の中で何度もぐるぐると駆け巡って落ち着きません。これまでは王子の手を引く嬉しさで、恩があるからじゃないの。え、でも化け物の中で恩も何もねえぜってなるのかと思った。弱肉強食みたいな。でも自分の本当の姿は王子が気が付いているだけなんです。それになかなか複雑だよね。結局傷つけたのは化け物だからね。このことが王子に知られたら全ておしまいです。バレなければ大丈夫。狼は自分に言い聞かせます。そう、そうそう、バレなければ嘘じゃないから大丈夫。狼は結局この夜、なんちゃらなんちゃらの雨と雪でしょそれ。狼子供の雨と雪だっけ。オチが読めた顔。はい。翌朝。バレなきゃ平気平気。羊に本能的に食いたい気持ちもあるだろうな。それ、そうそう。魔女の森へと。バイバーイ。いや、ヤギめっちゃいいやつじゃん。なんかもっと怖いかと思った。口々のお礼の言葉が旅の無事を願う言葉をかけます。いいやつらじゃん。ありがとう。頑張ってね。頑張ってね。食べないように。こら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 。その中には一つだけ別のことを心配している声が出ていました。お、食べはしないけど、心の底に生まれた大きな不安を振り払うように。本当に食べない？大丈夫？姫は王子の手を引き、再び森の中へ。食べちゃった、うわーみたいにならない？大丈夫？
あ、そういうの。いっぱい食べてね。何を何を食べるんですか。何をいっぱい食べるんですか。あ、持ってもらえそう。え、王子これ持てるの。すごいね。君ガリッガリで何も持てないやと思ってた。持って。なるほど。置いて。はい。理性を保つっす。なるほどね。なるほどね。それ飛べんのかな、持ったまま。まあいいや、王子くん。それを持ってくれんかね。ふん。あ。王子。ダメか。その高さダメか。そっち行って。これで。よし。あれ？危ない。危な。王子。ビッ。あれ繋がんないんだけど。よいしょ。よし、飛べんのかな。王子飛べるか、ちょっといっぺんやってみてくれんか。持ってくれ。飛べる？飛べるやん。王子軽やかステップ。はい、置いて。お前細マッチョ。王子頼もしいな。王子細マッチョ。意外と力あるね君。幽閉されてたはずなんだけどな。本ばっかり読んでるもやしっこやと思ってたわ。あ、いやそれ欲望かな。それ欲望だよな。筋トレしたんでしょ。あれか、あの本をいっぱい、あれか、なんか積み上げてこうエホエホやってたわけね。本って結構重たいからね、筋トレなるよね。おじそれもう一回持って。ちょっとずれたかな。もうちょい先か。よし。なるほどね。よし。で読むじゃろ。なるほどね。それでちょっと腕の筋肉がついたと。なるほどね。いや、シャーレ王国の辞書めっちゃ分厚いから。よし。じゃ一旦王子ちょっと置いて。で、王子ちょっとあれなのか。え、てかさ、これさ、実はこれ、姫と一緒にジャンプするの。これ離れてて。あ、そんなことないよね。びっくりしたわ。まあ、これで狼の姿で、それ取りたいよね。取れなかった。まあ、まあ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 
そこは今めっちゃ取れるコースだったじゃん。なんで、キノコで飛ぶ精神スリム系マジックマッシュルーム体の中心で捉えるのだ。何この無駄な時間。疑惑の判定、頭に判定ない。ああなるほどね。判定足元にしかなさそう。高いは草当たり、判定が腰当たりにありそう。やったな久々にやったわ。アップチえ、チじゃなくてね。あ、これそっちかな。まあでもアップな、見てみるか。どっちが10の、どっちだろう。多分そっちだよね。花があるってことは。花が枯れ葉かわかんないけど、なんだろうねこれ。葉っぱ。あ、足元だね、判定。よし、いや、よし、セーブ。はい、止まるんじゃねえぞ。王子こんなところに、そんな、葉っぱとはなんとメダーティーな。あっちゃー草。よし、久々に敵見たな。今のはキノコやからセーフやろ、はい、キノコ外れてたんやなまあ王子置きパターンか。そこで先に石とかあるかな。はい、先進んじゃいそうだな。なんかあるかな。なんかあれだよね、もはやなんかシステムの異常を感じるんだけど、それなんか乱数に偏りがあって、なんか色 ID の出やすいさが異なる的な感じがするんだけど、もはや、そう、もはや疑うシステム。違うよ違うよ、今の違うから。なんでだろうな。え、実際判定ないのこれ、もしかして。ついに腹減ったか。あ、あんの野郎、おや、は。でもストーンないよな。あの人何体に1匹色出してるんだろう。判定ないっぽいよね。ん、どんな攻撃判定かって。想像力が足りないよ。あ、ないの。え、大丈夫なの。あ、ほん。あ、すげえ、オオカミさん。あ、じゃあ大丈夫だわ。はいはい、どうも。で、どうしよっかな、これ。あ、わかったわかった。そうだね、そうしたらいけるはず。え、ちょっと、歩いてくれ。これ落ちて大丈夫かな。オッケーオッケー。心優しすぎるね。落ちてっきり死ぬと思ってたわ。本当にね。ちょっと王子端っこに寄っといてとか。別にしなくてよかった。それは当てて悲しいしないと。ね。いや、てっきりそれやってくると思ったんだけどな。趣味悪ってなると思ったのに。攻撃ボタンと手をつなぐボタンが一緒の時の気づきはどころと。よいしょよいしょ。本当にね、あ、完全にこれ狙ってるわと思ったのに。
適当。でもあれでしょ、日本一ソフトってさ殺すゲームでしょ、知らないけど。あれ王子は、あれ王子、食べちゃった。あれ？どこでセーブされた？やばい、ゲームは本当やばいよ。日本一王子創作ゲーム始まった。胃の中王子なんていなかった。木の影狼さんさっき食べたでしょ。もぐもぐ木の影ん、どんな物語になるかって。最初来た時セーブされた。お姫、丈夫、王子この距離で死んだのに。あ、いた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 わ。どうしよう、この高さから落ちたら死んじゃうよ。あ、置けばいいのか。置いて、でこれでよいしょ。今危ない橋渡ったね。あー、石左か。これで別に王子でも取らなくていいのか。あー、なるほどね。じゃあこれで、これで王子で一体何に惹かれてるの。まあうちなら落ちたよね、よかった何の抵抗もなく言ったけど落ちなくて助かった。今のギミックもう一回解くとこだった。ためらわずに王子の近くで拳を振るう。わー、なんかやばくなってきたな、雰囲気やばいよ。魔女に近いかな、もう近い。BGM めっちゃいいけど、異界への門？なにこれ、シーズの瞳？うん、スイッチスイッチ。なんか、どこ？うん、あー、無効判定だな、これかわすしかないな。
いや、テレサかこれ。テレサやな。テレサか。かわさないで受け止めてあげな。オッケー、じゃあやるべきことは王子ちょっと、はい。この状態だったら壊せるんじゃない？そんなことはなかった。はい、シュッ。あ、まあブロックにしなさいって感じなんだろうけど、それ取りたいな。奈落だよな、それ。あ、いけるんだ。え、ちょっと待って。よかった。行ってる間に王子死んだかと思ったわ。めっちゃワープするけど、うわ、酔う酔う、うわ、後ろもなんかいる。よいしょ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 。それどうするんだろう。よし、とりあえず狼ならそっち行けるけど、まあいっぺん行ってみるか。あー、進んでるな。こっちではない、左か。あ、戻ることも可能。何が必要だ。こっちではない。おはよう。ミミンが自信あるんだ。ちょっとありそうだよね、そのパターン。君が頑張っていた頃は知っていたよみたいな。今噛んだけど、王子決め台詞で噛んだよ。多分この墓。あ、硬直あるの結構怖いよね。いやー、安心していけるね。うん、何が吊り下がってるのそれは。なんか抜けから吊り下がってるけど、マンドラゴラみたいなやつ。いっぺん先行ってみるか。どうやって連れてこれるだろう。なんかある。1つと2つ、2つと3つ、3つと1つ、掛け合わせば道は開かん。謎解きやめてください。謎解きやめてくださいなんだけど。そうね。なんだろう。不思議な水晶が並んでいる。姫で近づいて、A で触れてみよう。
1つと2つ2 6 3 2 6 3でいいのかな。あ、違う違う、合ってるよね。2 6と3かな。お、オッケー。王子いないけど。はい、どうも。ね、761、あんまんま。ここは480ね。王子置いて謎解いちゃったよ。王子おいでおいで、王子おいで。意外とレバーがね、同化しててわからんのだよ。おいで王子、謎はもう解いておいたの。いやー、迎えに来るのが遅くなっちゃったね。これはどうかしてたんだ。あ、まだ続く。あ、夕暮れを過ぎた頃、森の切れ間に湖を見つけました。湖面には赤い夕日が反射し、キラキラと輝いています。見晴らしが良く、安全そうなここで2日目ですね。とりあえず一晩過ごすことに決めました。夕食後、2人は他愛のない話をして過ごします。いいですね。王子はいろんな本を読んでるのね。おっしゃった。そうだね、二人でできる遊びの本とか。だから本読んでるってどういうことなんだろうな。え、二人でできる遊び、どんなもの。なんかあれなのかな、めちゃくちゃ近くに見たら見えるとか、そういうやつかな。どうなんだろう。王子も姫が興味を持ってくれることが嬉しかったので、喜んで遊びの。確かに王子やったら展示の本も結構入手しやすいかもしれない。子供の頃、なるほどね。やろう。勝負事と知ったヒロが、その遊びをすぐにでもやりたくなって、うずうず。はい、こんにちは、どうも。じゃあ、負けた方が、勝った方のお願いを一つ聞くことにしよう。ほう。いいわよ。絶対負けないんだから。勝ち気の姫は、勝ったような気持ちです。いや、王子なんかこういうゲーム強そうだけどな。あー、どうだろう。でもなんか王様もう出さないとか決めてたし、意外となんか普通の王子いるんじゃない。王位継承者ニーヤのやつぐらい、わかんないけど。負けた。ボロ負けです。ボロ負け。姫は歯を食いしばり、まあしやろな。目に涙を浮かべるほど悔しがっています。はい、負けフラグで出る王子様の言うことは絶対絶対。王子は私が知らない言葉今からもいっぱい知ってるのね。崩した方が負けな。二の民建築本を読んでいるから。王子は照れくさそうにはにかむと、姫の方を伺うように声をかけます。じゃあ、勝ったからお願いをしてもいいかな。うん。勝負に負けたことで、これ歌か歌か。王子の言葉に小さく歌ってほしいんだ。背筋を伸ばして彼の言葉を待ちます。いやいや、崩した方が勝ちの間違いだわ。そやろか。姫の歌が
でも歌声取るってさ、どういうことなんだろうね。音感を取るって感じなんかな。音程を取るみたいな感じなんかな。だからてっきり声を取るって思ったけど、そんなことないし。聞きに来てくれた歌声は姫の姿と引き換えに魔女に差し出してしまいました。それから姫ね、ジャイアン。あ、音が出ない。なるほどね。自分の歌声が一体どんなものになっているのか想像もつきませんでした。僕、姫の歌声が好きだから。そうだね。歌わないと怪しまれるかな。お、どうなるんだろう。追い込まれた姫は思い切って歌ってみることにしました。あー、すごい音痴になってそう。音符的にすごい音が外れてそう。魔女と契約したからだった。ちょっと人間社会に生き抜くために、人の姿を手に入れるために差し出してしまったのだみたいな。証拠案件。ひどい歌声をごまかすために嘘をつきました。また嘘ついたんだね。ごめんね、無理やり歌わせちゃって。それなら早く寝て体を休めなくちゃ。王子優しいな。どこまでも優しい気遣いが嘘つきで後ろめたい姫の心をじくりと刺しました。夜も更けて、あ、満月だ。王子は深く眠っています。やべえ、満月だ。狼は眠れないままでいました。満月だね。あー、戻っちゃったね。ボトボト湖のほとりを歩いています。今や狼の胸の中は不安でいっぱいでした。詐欺に引っかかりそう。悪いことは重なる。やっぱ満月ルートか。ね。化け物と人間が仲良くなれるわけない。ヤギに言われた言葉が頭の中を駆け巡ります。満月の夜はアママも姫の姿で負けるわさ。嘘をつき続けないと王子と仲良くできない。カレーとかヒラメみたいな狼だ。王子への思いと嘘を重ねる醜い自分、不安な気持ちをかき消すように狼は水面をパシャリと叩きつけました。広がり、そしてゆっくりと収まっていく波紋。湖を覗き込み、水面に映る化け物の姿を見て狼は大きなため息をついて湖面をもう一度かき乱すのでした。広告が設定されました。はい、広告ありがとうございます。4500になりました。満月だけど別に特に何もなかったね。ブオン。はい、行ってら。早くね。死んでる。やばそう。惜しい。すり抜け。ニコ。惜しい。やばいな、分かってんな。何を狙うべきなのか分かっておる。許されんな。よいしょ。
もう一匹ぐらいいると思った。なんかまた謎解きだな。でもヒントがない。なんだ。迷い人を導く踊り。右に四つの翼を持ち、左にあほう。まあ、謎解きなんだろうな。なんかヒントになるオブジェクトとかあるかしら。なさそう。これは総当たりじゃない？待て。鳥？右に4つの翼。右に4つの翼。左に？なんだろう。小さい「つ」が見えてるのはヒットっぽい。左に「あんなうん」みたいな。なんかオブジェクトとかあるかな。鳥ある。あ、これできるんだ。初めて知ったわ。今普通に自転車乗るノリでやっちゃったけど。その生えてる木じゃない。生えてる木？木なんて生えてる。これ右に4つの翼。てかそもそも論、これ先っぽあるの？これがさっき来たとこだよね。シュッ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 。4つ283。文字解いてくれ。ごめん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 。違う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 。判定ないって分かってるんだけど。なあっぽいね。右に4つ、右に4つの翼を持ち、左に。でもさ、これ考えろよ。考えろよ。よ、5つか。5つでしょ。5つ。5文字で、答えとしては、ちょ、狼さんの方が早い。2個しかないの、選択肢としては。そのあたり対策されてそうだね。最後は休止かな。だからとりあえず右に4つだから、とりあえず右は4でいいのかな。多分そういうことだと思うんだけど。以上。左に なんだろうな。そもそも右に4つの翼っていうのもよくわかんないし。なんだよ4つの翼って。なんだよ。左に4つの翼持つ。サンドラ3つじゃね。開いたわ。え、8つだって。なるほどね。え、これ総当たりでいいの？そういうことなの？え、それでいいの？総当たりで。わら、すめー。
よいしょ。でも別にあれだよね、ああ6つの総当たりだから、まあ、結局か。お、持ってもらえるじゃん。はい、持って落としちゃった。持って。はい。燃やして。持っていけんのかな、これ。次のところに。おー、このランタンが目に入らぬか、うわおい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 、邪魔。いや邪魔じゃん。ああ消えちゃうと、なるほどね、さ敵じゃない。なるほどね。またの時か。なんか難しいこと言ってる。あ、でもまあ数でいいのかな。赤木青の赤木青、ああそれか。え、でもどれがどれに対応してるかわかんないな。まあ総当たりでもいいのかもしれんが、え、ってか全部帰ってきたらめっちゃ進んでた。1個前の左端に葉っぱあったで。一個前の左端、マジ。本当だ。よいしょ。え、これ下。危ない。危ない。危ない。とりあえず戻って木の実確認かな。はい。でもどこまで戻るんだろう。どこまで判定かな。なんか連なるなんちゃらかんちゃらだから。よいしょ。まあ、このマップ全部でいいのかな。どこまで戻るんだろう。多分こっからだよね。よし、じゃあ数えるぞ。痛い痛い、テレサ痛い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 。黄色一つ、あ、なんかあった。これマジであれだな、収集要素やばいな。黄色一つ、え、もしかして王子死んだ。もしかして王子寂しすぎて死んだ。はい、王子化け物にやられた。黄色一つ、チワワ系やからな。はい、テレサ邪魔。まあ、黄色1つ、青2つ。はい、黄色
黄色2つ、青2つ、黄色4つ、青2つ、赤2つ。はい。よいしょ。よいしょ。で、順番は赤、黄、青だから。赤が2でしょ。よいしょ。え、黄色、ああ、ここにもあ、あ、もう1個あるわ。赤3つ。で、黄色は一番上の黄色見てなかった。4つ、5つで、青は2つ。3つだっけ。あ、そっか、これ複雑だね。ダメ。がダメ。マジ10×10×10 1000通りあるんだけどなるほど。これはぴょん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 、ちょっと待ってくれ。前から嘘、そんなこと要求してる、しちゃう。それはゲーム性としてどうなんだ。それとも隠れてるのか、見えてないだけ。ちょっとめっちゃ戻ってみるか。あー、姫がぴょんぴょんするんじゃー。30分延長しました。延長成功。エンジンタウンに戻ってくるみたいなもんだよ、多分。帰ってきたと思う感じ。うわ、めっちゃあるな。確かにあった気がする。10超えてね。あるね。あの あれ戻ってきた。あれうちなんか戻ってきた。あれあれぐるぐるしてる、もしかして。それともうちどっかで道間違った。してる？間違ってないよね。うちこっち進んでるよね。ぜひ。むずいけど。そのさ、むずいけどってついてるのあれなんだけど。これでここに戻ってきて。あのさ、全部99999にしてダメか。あー、なるほどね。これで見て回れと。なんかいっぱいあったよ。あの、数えてる？よし、いや、数えてない。いや、どこまで続いてんのかなっていう興味だけで言ったから。じゃあ、数えるか。じゃあ、一個ずつ数えていこう。今更ながらこんな険しい道に目が治っても応じ返れないでしょ。いや、目治ったらあれじゃない、狼がなんかしてくれるんじゃない、わかんないけど。黄に赤に、青に、黄に赤に青に、
よいしょ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 、日に赤に青にキーさん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 キー4あダメだ加工キーさんキー4よいしょダメだ記憶能力がそこまでうちあれだわ操作しながら無理だわ。はいどうも。よし。はい。気温赤さん。気温赤さん。青に。気温赤さん青に。気温赤さん青に。助かる。で、はい、脳を鍛えるですね。はい、順番はまあ後で総当たりでいけばいいかな。まあ多分あれの表示されてる通りだと思うんだけど、これで黄色くだね。はい、眠くなる、おやすみ。よし。木いっぱいあるな。これで7、8か。8で青が3青3で赤もう1個あった赤4戻ってきたで黄色が黄赤5黄色が9か539だね539をよくしょ赤、黄、青の順やと思うんだけど、だから593かな ?593。OK! 、ね、マイコじゃなくてね。これはシアレですわ。ごめん、王子置いてきた。開いた嬉しさで王子置いてきちゃった。ね。一人身になれすぎてしまった。右は近道、下は困難道。ああ、まあうち楽したいな。あーでもなんかすげえいっちゃいそうだな。はい、帰ってええかな。なんだこれは。なになに、これは数の集まり、4つの物語を探し出せ。それぞれの物語の数の始まりと重ね合わせ、数が重なる数を示せ。どんな物語になるかって想像力が足りないよ。困難すぎた。はい、おとつ。4つの物語か。数の集まりで4つの物語って一体何だろうね。1115。これはフィボナッチ数列。あー、これあれだね、同じ数が周り並んでるかとかそういうやつか。でも端っこの5が分かんないな。7
七はね、連なる形に七つ繋がってるんだけど、そういうわけでもなさそうか。4つの物語ってなんだろうね。それぞれの物語を数の集まりと重ね合わせ、数が重なる数を示せ。数が重なる数を示せってどういうことだろう。物語を探してみるか。5243。あ、ある。眠り亀、それはたった1年じゃ目覚めない。次の目覚めはきっと君が土へ帰るとき。こきころ、まあこういう時のために画面キャプチャーというものは存在するんだな。眠り亀、行っちゃったけどよかったか。てかさ、これこれさ、もしかしてだけど王子連れてこなきゃいけなかったんじゃないの。はい、もしかしてだけど王子連れてこなきゃいけなかったんじゃないの。はい、はい、あ、なんかいいの。ふーん、なるほど。まあ、とりあえず物語だけ探して、スクショ取る必要なかった。優しい。わかんない。優しい生、野菜生活。まあ、そこら辺はちゃんとしてくれるんだね。別に覚えなくてもいいよと。王子、それを持ってくれ。助かる。あ、逆か。火がついてないのか。あったわ普通に。しぼ。森の奥にあるコケクジラの亡骸は数年に一度4日かけて瞬きをするという噂がある、うん、死んだわ。物語集まってるよ。ちなみに、はい、は？見たいだけだったんだけど。分かったよ、仕方がないな。しょうがないな。物語ないですね。物語ないですね。あ、あったわ、よかった。土へ帰るときってなんだろう。1111137143。1年じゃ目覚めない。
それぞれの物語の数の集まりと重ね合わせ、数が重なる数を示せ。3743とか、とりあえず数字数えるか。とりあえず数字数える。1年じゃ目覚めないってことは、まあ374357296。というかあれか、あの全部消してみて残った数字とか。はい、おやすみ。1が5個、0が2個、0が4個、最後は3が0か3個節。え、なんでそれが出てきたの ?1 が5個、1が5個、0が2個。3と0が3個節、3と0が3個節。謎解きわからない。どうなんだろうね。まあとりあえずあれか、4つ集めてから本格的に謎解きするか。まあでも1個集まってる時点であれだと思うんだけどね。方針は考えたいところだけどね。安心しろ、大丈夫。プレイしてる私が一番分かってない。まあでもこれ物語見たから次、あ、そっか、どっちにしろワープが上か。頭脳派シャールですね。まあ、謎解き自体は好きだけどね。まあ、考えること自体は嫌いではない。まあ、考えたくない時もあるけど、ね。こっち行ける？てか行き止まりか？なんかある？謎解けるかどうかは別。思考停止いつもの。なんかあったか。上とかある。あ、てかあれか。君誘導すれば乗れるのか。そのランタン何のためにあるんやろ。よいしょ、おいでおいで。はい。あ、物語は？あ、これ眠り亀ですか。ま、え、右のワープに物語2つ？あ、初手王子連れ出さないと死ぬってことね。なるほどね。脳筋じゃないんですか？まってかあれだな。ついでにそこのさ、なんだろう、キラキラ回収していくか。見えてるし、見えてるもん回収しよう。危なかったんじゃない？シーソー利用して取れるか。高さちょっと足らんくない？取れたわ。王子を重り
こっちでいけるのか。これこんなんクリアしたからにはきっといいものがあるんやろな。それでもただのセルフハードかこれ。もしかしてだけど、ランタン、もしかしてだけどランタン、ランタンおランタン、それってランタンにかなってるんじゃないの。ランタン、おランタン、ランタンだったね。ボルトチェンジしてきてしまった。行くぞのトンボ帰り。よっこいしょ。王子、それを置いてください。でも王子を連れてった方が良さそうだな。死ぬかと思ったわ。魔女、ふーん、正気を放つ。3秒経つ前に離れなさい。はあ。セーブ。セーブ助かるわ。ランタン。ランタンあそこで見捨てるんじゃないのか。ランタンそんな活躍するもんだった。そっか、そんな持っていかなければいけないもんだったか。いってら。何このレベル。はあ、ランタンもちゃんとあるよ、よかった。いやいや、それってさズルじゃないの。どうせ弱いでしょこれ。火に分かんないけど、なるほどね。端っこに寄ってたらいいのかな。ニッコニコどうも。二度あることは三度パン、あ、持ってまい。二度あることは三度パンですね。ただ火は持ってかなきゃいけない気はするんだ。ボボ。どうすればいいだろうか。おーし死体蹴り。
そう、一回狼状態で上登ってみるか。うん。王子一緒に行こっか。はいはい、どうもー。これどうするの？なんかめっちゃかわせばいいだけ？あれ？天高く馬こゆる秋え、天高く、え、天高く馬こゆる秋なんだけど、ちょっとデスルーラは？おかえり。は？ワープで復活できる？失敗。おかえり。いや、ここなんかい、進めるんかい。ちょっと待てや。56させねえ。死にたい。死にたいよ。死んでくれんか今から。リトライでいいのかな。あ、よかったあ、リトライでいいのね。なるほどね。死ぬ必要性はなかったと。いやー、積んだ積んだかと思ったわ。確かにステージスキップあったね。ちょっと待って、ああ、これどうしたらいいんだろう。あー、これあれか、別に死んでるわけじゃなくて積んだ判定なのか。動かしたらダメ？でもめっちゃ呼んで寄ってくるんだよね。なんで寄ってくるんだろう。これ登っちゃダメなのか、もしかして。まあとりあえず王子それを持ち上げてください。よっこいしょで連れてって、もう一個右に行けない。よいしょ、もう一個右、こっち狼だったらいけるかな。もしくはそこのレバーを動かせば見せるとってことかな。こうだから獣じゃないゴーストは寄れる。持って王子それを置いてください。別にそんなことはなかったな。ただこれでは積んだ判定ではないんだよな。まあ一応こいつらに乗っていくことはできる。ああ、そういうこと。とりあえずお化けで乗ってみる説試してみるか。
そんなこと要求するか。そんな難しいこと要求するかな。ちょっとちょっと、これがシャーレ名物全パターン思考ごくり、めちゃくちゃゲームの雰囲気いいですね。見事に裏目を透かされてる。遊ばれててくさ。あ、降りるんだ。あ、あ、そういうこと？あ、かわすと。あ、なるほどね。完全理解しては。あー、かわすと、そういうことでござんすか。なるほどね。あ、ごめんごめん、当時ちょっとそれ持って。で、時間制限があるかな。うちはそう認識したけど。王子、かわせ。あ、そういう感じか。でもそれさ、降りる時も結構長かった。よし、オッケー。これは困難の道だな。これセルフハードってやつかしら。延長しました。30分延長しました。ついてくる。まあこれ見たらいけるね。戻るぞ。いやー、めちゃくちゃ苦労した。めっちゃしんどかった。まあでもこういうパズルゲーム自体は楽しいけどね。よいしょ。そういや、てち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 。よし、謎解こう。これであれだね。オッケーオッケー、全部あるね。さて、4日3秒、3と4と1と2。数が重なる数を示せ。数が重なる数を示せ。1年、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6。マジで？本当？3324。なるほど。単に物語に出てきた数が何個あるか数えるだけだったり、そういうことか。横10文字、縦4文字？縦4文字。あ、B、A、B、なるほどね。マジでみんなわかるの？本当？ちょっと電気つけていい？真っ暗だけ見て何も見えなくなってきた。してみようか。何をするかだな。
大体物語に書いてある言葉は1、2、3、4。でこれは数の集まりであると。で4つの物語を探し出しました。でそれぞれの物語を数の集まりと重ね合わせて数が重なる数を示す。数が重なる数ってどういうことだろう。数が重なるってどういうことだ。重なる、足す、でも足すではないよな、重なるだから。数を数えたらいいの。でもさ、1の数って10ない。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 でしょ。うん、まあ10を0とするんだったら、文章は 10×4 40。あ、そういうこと？あ、そういうことか。なるほどね。ちょっと待って。え、だからつまりどこだ。あー、なるほどね。あー、そういうことか。あー、なるほど、なるほどだ。5か。そうか、間違い探しの要領で解けばよかったのか。なるほど、これはすっきり。ひらめいた。2。まさかこの枠の伏線だったとは、最初が。まさか、あの解いたやつが最初の伏線だったとは、思わなかったぜ。1。思わなかった。4だから3文字目、3文字目だから、5か。サンキュー、分かったわ。はい、よっしゃー、開いたー、いくぞー、ナイスー。お花ある。でもお花1個逃してんだよな。それ彼岸花じゃね？大丈夫？まんじゅう下げじゃない？どうぞ。はい。いやー、これ。あ、結局あれなんだね。ここに戻ってくるんだね。なるほどね。せや。ママあれ作詞か。嘘つき姫に関しては絶対興味ないから見てないわ。だいたいうちの配信なんて本当にマジであれだもんな、2回目ぐらいだもんな、見に来たのって。あれ動けない、よいしょ、 OK。 飛んで、よいしょ、歩いてー。呼べるんかいって思ったんだけど、今すごい。はい、スイッチ持ってないよ。いやいや、おかしいやろ。よし、
陽キャママあれなんだろうね。てか昔はそのなんか手芸とかさ、そのなんか粘土細工作ったりとかそういうのが趣味だったんだけど、今はなんか趣味もあんまりなくなっちゃったって言ってたな。家事みたいな、貯金みたいな、そんな感じじゃない今は。あーそうだ、絵描くのとかも趣味なんだ。面白すぎるでしょ、自殺志願かなった。次更新、不安だつかみ無反応とか壊した、王子に来てほしい、以前に自分がいけない、王子おいで、息するように努めててくさ、これからは少し離れていても王子にお願いができるようになりました。あれかな、王子との親密度みたいな。おお、怖っ。よいしょ。あ、わかんなかった、そのあれよ、その文章の中にある数字の場所の数字を書くんだよ。だからまあさっきの眠り亀だったら上から2行目の1列目に1っていう数字があったから、その場所にある数字を入力するだけ、ね、王子に攻撃当てられるようになった。やったぜ、やったか。いやでも今のちょっとひらめいたの面白かったな。でも難しかったな、あれ一人でひらめけなかったかもしれない。そういうことだったのね。これせっかちが C をまめくからな。せっかちしない、せっかちしないこととこまめなセーブが大事って偉い人も言ってる。はい、はい、これはおランタンかな、置いてけと。それだとみんな寝るでしょ。まあ、これは離れていて王子のお願いかな。間違い合わせの伏線回収がすごすぎる。オートセーブだから安心だね。安心だね。待ち合ランタン。いやまあでも捨ててきちゃったから大丈夫だと思うんだけど。はい。置いたな。おっと危ね。もしかしてだけど、ランタン捨ててきたの失敗だったんじゃないの？いや大丈夫。多分こっちが正規ルートだから大丈夫。あるんかい、下別に行けるんかい、子供向けだし複雑な計算はないでしょ、適当に橋の王子が渡ってる時の標識から降りてみてほしい。あのねちょっとやってみたかったけど、さすがにさすがにあのねあのね落としたくなったよ正直。いや落とそうかなってちょっと思ったよ、ちょっと思ってしまったよ事実。はめた、はまってるはまってる、怖い怖い。ランタンどこにあるだろう、こっち行ったっけ、行ったか。はい、配信してなかったらやってた。そうかな、
あ、あった。あ？ああ、なるほどね。理解したわ。やりたいことは理解した。よし。まあ、とりあえず、うちがもらわんとダメか。ので、よし。まあ、とりあえず、ああ、まあでもそっちだから。おうち来い、こっち、はい、よいしょ、これ本橋渡らせてんの結構鬼畜だけど、よいしょ、はあ、そこなの、盲目だからできたこと、見えてないからね、よいしょ、火はどこにあったかな、そっちにあったっけ、なさげ、はい、火そこに当てなきゃいけないから、じゃなさそう。ああ、これはあれだね。よし、とっとっと。灯っているさ。しゃる。あったね。で、これ結構早く行かないと。よし。炎が消えちゃうから。無駄なく。王子、無駄なく言って言ったよ、持った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 、オッケー、動けやパンチ動けやパンチ、はい、おじ、あの火消えたんで、もう一回言ってください。手を繋いだまま動けないとかかな。消えちゃった。なんでやねん。王子巨弱か、王子巨弱か。王子化け物だから別に貴族とか関係ないね。いくよ、即死トラップ、まさに介護プレイ、よいしょ、いや、よっこいしょ、見つからない、ベルン速4、これは仕方ない、はい、ベルンさん即死トラップ、でもこれあれなんだよね、王子いないとダメだから、バッキーバッキー
あ、ほんとだね。まあうちあれだね、体だけは丈夫だからね。まあ皮膚は弱いんだけど、あの日差しには強いけど日焼け止めには弱いっていうなんともね、悲しみのあれなんで。じゃ日焼け止め塗る意味あるのかっていう話はあるんだけど、よし進んだ。そう、日焼け止めに弱いけど日差しは好きじゃないっていう。なんかすごいな、なんかそのゼルダの伝説とかに敵として出てきそうな花だよねこれ。あれ、日光に弱いって設定じゃありませんでした。いや弱いよ、うちは嫌いなんだけど。体質的にはそのまま手渡すはずの花をじっと見つめて、株何やら考え事をしています。だってなんかすごいまがまがしいんだけど、目玉に見える、すごいこの花。とうとう姫は決心したようなうなずき、王子のために摘んできた小さな花を潰してしまわないように慎重に。これあれじゃないの、王子泣くやつじゃないの、泣くやつっていうか怖いみたいになって拒絶して、やっぱ私はダメなんだみたいなパターンじゃないの。狼は本当の自分の姿で花を渡そうとしています。指先は震え、その大きな指が持つ小さな花も一緒に揺れます。はい、結局王子の目の前まで伸ばされた手は王子へと届くことはありませんでした。え、なんで？傷つけることしか知らない指先で持つ王子のように儚く脆い花が、まるで醜い自分は王子にはふさわしくないと言っているように感じられます。なるほど。姫、どうかしたの？結局自分の姫の偽りの姿で渡したと。狼ははっと我に帰りました。そして小さくため息をつき姫の姿に変わります。うん、なんでもないわ。素敵、はい、どうぞ。姫は小さく微笑みながら王子に花を手渡しました。いつもと変わらず喜んでくれる王子の笑顔が今日は狼をちょっぴり切ない気持ちにさせました。かわいそう。